こんにちはこんばんはチャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している一万です、えー、本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思います、えー、本日朗読していくのはですね、えー、岡本喜怒作医師の家です、えー、岡本喜怒はですね1872年生まれ1939年没ということでですね えー、主に探偵小説とかこう怪談小説っていうのを主に執筆していた作家さんなんですね。でえー、今回の「医師の家」というのは、えー、探偵や話としてまとめられた作品の中の、えー、一つでして、まあ、オムニバスみたいにいろんな作品があってで、まあ、その中の1個の話っていうことなんですね。でさらにこの探偵や話っていうのがですね えー、岡本機動の代表作の中に「聖夜堂祈願」っていうのがありましてこの「聖夜堂祈願」は、えー、いろんな人が集まって怪談話を一人一人してていいこうっていうっなんですねで、えー、今回は「階談」じゃなくて「探偵話」を一人一人していこうっていう回が「探偵夜は」そして作品,に作品集になっているという形なんですね。 自分の持っている探偵話を話していくっていう形で、えー、作品集としては進んでいっています。大体こう、一つの話が始まるときにこう、A 君は語るとか、B 君は語るとかね、大体こう、アルファベット君が語るっていう形式で始まるのが、えー、印象的な形になっています。それでは改めまして、本日は岡本喜道作、医師の家です。それでは本編をどうぞ 木道探偵やはより医師の家 T 君は語るおば<晩>ん低い軌道を開けて靴脱ぎから声をかけた人があったおばんというのはここらで「こんばんは」というあいさつであることを私も知っていた福島県の ある古い町に住んでいる姉を訪ねて私は一昨日からそこに滞在していたが別に見物するようなところもない寂しい町で町の入り口に停車場を持ちながら近年だんだんに水位の姿を見せているらしく雪に閉じられた東北の暗い町は春が来てもやはり薄暗く沈んでいた4月といっても 朝夕はまだ肌寒いのにけさは細かい雨が一日しとしとと降り暮らして影の薄い電灯がぼんやりとともるころになっても軒の雨だれの音はまだやまない私は炉の前で姉夫婦と東京の話などをしていると突然に外からおばんの声を聞いたのであった「お入んなさい」入り口の障子を開けると 32歳の薄い口ひげを生やした男が傘をすぼめて立っていたいやお客様ですかいいえかまいません東京の弟が参っているのですからと姉は言った「倉部さんお入んなさい」と義兄も路の前から声をかけたではごめんなさい 男は家へ上がってきて牢を取り巻く一人となった義計の紹介で彼がこの町の警察署に長く勤めている巡査であることを私は知った今夜は非番で遊びに来たのである彼は東京から来たという私に対してはおばん式の土地なまりを聞かせなかった東北弁の重い口ながらも彼は よどしにいろいろの話をしかけて1時間ほども炉の周りをにぎわした私が土産に持っていった東京の菓子を彼は喜んでくった「ご職所ですからいろいろ面白いこともありましょうね」と私は彼に聞いた「探偵小説の材料になりそうな事件が」さあと彼はほほ笑んだ 中央と違って地方にはあまり面白い事件もありませんまれには重犯罪人も出ますけれども何分にも土地が狭いもんですからすぐに発覚してしまいます犯罪の事情も割合に単純なのが多いようですしたがってあなた方の材料になるような珍しい事件はめったにありませんそれれでも私にせがまれて、 淳沙は自分の手を下した「怪奇な探偵物語」を2つばかり話してくれたその1つはこうであった今から9年ほど前の出来事であるそのころ倉部淳沙はこの町に近いある村の駐在所に放職していたがちょうど今夜のような細かい雨がしとしとと降る酔いであった かっぱのような一人の少年がタケノコ傘をかぶって短い着物の裾を高くからげて裸足でびしゃびしゃと歩きながら駐在所の前を通ったおい、いじゃないか。どこへ行く？と比べ巡査は声をかけると少年は急に立ち止まって手に持っているガラスの瓶を振ってみせた酒を買いに行くのか と、はなぜ女中を買いにやらないのだよすけはだまってニヤニヤ笑っていたどうだおとっさんは相変わらずかわいがってくれるかよすけはやはり笑いながらうなずいていたまあ気をつけて行ってくるがいい滑って転ぶと瓶を壊してしまうからよく気をつけていくんだぞ。 いいか、道が暗いから滑るなよ」と比べ巡査はんで含めるように言い聞かせると余助はまた黙ってうなずいて暗い雨の中へ消えるようにその小さい姿を隠してしまった余助は村の医師の一人息子で今年16のはずであるが内見は1 1にくらいにしか見えない。 ほとんど片輪に近い発育不全の少年であった耳は多少聞こえるらしいが口は自由に回らないただ時々に野獣のような牙をむき出して「ああ<ー>、とか「うん!」とか奇妙な叫び声を上げるにすぎなかったしかし器量は醜くない彼は死んだ母に似て 細く優しげな目と赤い唇と思っていた彼が幼い時の経歴は倉部巡査も直接には知らないしかし村の者の伝えるところによるとフグの少年の過去は痛ましい暗い影に覆われていた彼の父の相原健吉はもう50近い人品のいい男で 近所ののののある藩の氏族の氏族だというので、土地の者のにも尊敬されているばかりかここらの村議としては比較的に優れた技術を持っているので近村の者のにも相当の信用を受けてわざわざ遠方から彼の診察をこいに来る者も,もあったもちろん村の医師であるから玄関が繁盛する割合には大きな身入りもなかったが 死んだ妻がなかなか経済家であったために遠い以前から相当の財産を作って商売の傍わらには小金を貸しているという噂もあったそれは別に彼の信用を傷つけるほどの問題でもなかったがその以外に彼の過去に暗い影を残したのはその妻が往診を遂げたことであった何でも 一人息子の余助が2歳の秋の出来事であったと伝えられている相原医師の妻は余助を背負って近所の参戦へ逃身した妻は死んだが幼い子は救われたしかしその時に彼の体にどんな影響を与えたのか余助はその後一種の白地に近い低能児になってしまって 学齢に達しても小学校へ通うこともできなくなった相原の妻の死についてはその当時いろいろの臆説を伝えられたが結局はヒステリーということに帰着してそのうわさは月日のたつにつれてもろ人の記憶からだんだんに薄らいでしまった相原の妻の大志は夫がほかに上婦を作ったためだといううわさもあったが その後14年の長い間相原は白地の余助と雇いバートたった3人の寂しい生活を続けているのを見るとそれは一種の創造説に過ぎないらしかったフグの子ほどかわいとか言うが相原は白地に近い余助を非常に愛していた余助も父を慕っていた今夜は 雇いバーが風邪をひいて寝ているので彼は父の寝酒を買うために町まで暗い夜道を走っていったのであることを倉部巡査は後に知ったしかし彼は普通の子いも物をするくらいの使い歩きには差し支えなかった町の人たちもみんな彼の顔を知っているので彼の突き並べた銀貨や銅貨の数から散とうして それにとののししををたててすい彼はむしろ喜んで父の使いに駆け歩いていた低能じながらも親思いであるということが倉部巡査にはとりわけていじらしくも思われて彼が駐在所の前を通るたびにきっと声をかけて彼の話し相手になってやった彼は倉部巡査にも懐いていた これで相原医師の身の上も天王寺のよす助のこともまず一通りはお分かりになりましたろうと比べ巡査は言ったさてこれからがお話ですよす助は町まで酒を買いに行って帰り道にも駐在所の前を通りましたが今度はいよいよ傘を深くして いっに駆け抜け抜て行ってしまいましままた。もっともその頃には雨がだんだん強くなってきたのです助もさすがに急いで帰る気になったのでしょうまあそれだけのことで私も気にも留めずに言いますとその明くる朝相原の家に非常の事件が出退していることを。 近所のもの者が発見したのです。「主人の相原健吉と雇いバーのお百とは何者かに惨殺されて座敷の中に枕を並べて倒れていて与助は2つの死骸の真ん中に座ってただぼんやりと目を見張っているばかり」。 一体何がどうしたのかちっとも分かりません余助をいろいろに透かして調べてみましたが何を言うにも口もろくろくに聞かれない天皇寺ですから一向に要領を得ないには困りましたしかしその現場のありさまで2人の死因だけは容易に判断することができました強行者は 庭口から縁側へ上がってそれから座敷へ忍び込んで机の前に座っている賢吉に向かって打ってかかってそこでしばらく格闘を試みたらしいのですその物音を聞きつけて台所のそばの女中部屋に寝ていたお役も起きてきて主人の加勢をして凶行者に抵抗したその結果 二人とも数か所の重傷を負って倒れたので凶気は腸中なたのようなものであるらしく思われました余助はその場にいたかいなかったかそれはよくわからないのですが彼が少しも負傷していないのを見るとおそらく彼が酒を買いに行った留守の間にこの凶行が演じられたのではないかと想像されるのです。 彼が一産にかけて帰ったのも何か虫が知らせるということがあったのかもしれませんそこで第一の問題は犯罪の動機です。相原医師は近所の人たちにも尊敬と信用を受けて多年この土地に文戸を張っている人ですから 他からんをううけるような原因がありそうにも思われませんしかし本業のかたわらに小金を貸していたといいますから何か金銭上のことで他から怨恨を受けていないとも限らないまたは相当の財産のあるのを知って物取りの目的で忍び込んだのかもしれないいずれにしてもその犯罪の動機には 金銭問題がまつわっているらしいことは誰にも容易に想像されることです私も無論その方面に目をつけて相原医師から金を借りているものや普段親しく出入りしているものをいちいち内定しましたがどうも取り留めた証拠も上がりませんでした会津の方から相原医師の親戚が出てきて ともかくもこの事件の落着するまでは相原家を預かっていることになってす助もやはり一緒に暮らしていました殺された者の不幸は言うまでもありませんが残された天王寺の身の上もさらにかわいそうですふだんから親思いであっただけに毎日悲しそうな顔をしてそこらをうろうろしているのが 近所の人たちの涙を誘ってあの子はこれからどうなるだろうとみんながしきりにそのうわさをしていましたするとある日の午後ですよすけは駐在所の前に来て何か中をのぞいているようですから私はすぐに声をかけましたおお余助何か用か よすけはだまってわたくしのかおをながめていましたがやがてりょうあしをふんばって両手を振りょうてをふりあげてなにかものをうつようなしせいをみせましたそしてきゅうにキッキきキ,キッときみのわるいこえを出したのですなんのいみだかわかりませんしかしわたくしも何りがなしにわらってうなずいてみせました 強いなあよすけはよすけはまたきかいな声をあげてわらいだしましたがきゅうに両手をふっておおまたにいばってあるいていきましたそのうしろすがたをみおくっているうちにわたくしはふとあることがむねにうかびましたというのはていのうじのいまのきょどうです わわざわざ駐在所の前まで来て両足を踏ん張って何か打つような真似をしてみせたというのはどういう了見だろうあるいはよす助がその犯人を知っていてこれから復讐にでも行くという意味ではあるまいかこう思うと私も売っちゃっておかれませんからすぐに彼の後を見え隠れに追っていきますと 輿は自分の家へは帰らないで町の方角へすたすた歩いていきましたが途中でふと振り返って私の姿を見つけるといよいよ足を速めてほとんど逃げるように町の方へ急いでいってしまったので私はとうとう彼の小さい姿を見失ってそのまま駐在所へ引っ返しました。 しかし、どうも不安でならないので、その日の夕方に相原の家の前に行って、そっと中の様子をうかがうと、そこらに、よすけの姿は見えませんでした。留守の人に聞くと、さっき出たぎりで、まだ帰らないというのです。あれからどこへ行って、何をしているのか。 いよいよ不安に思いながら引っ返してくるとその晩の7時頃でした駐在所の前を犬のようにかけていくものがあるそれがどうもよすけらしいので私は再びそれを追って出ましたその晩は4月の末で花の遅いここらの村も もう青葉になっていました薄い月がぼんやりと田んぼ道を垂らしてどこかでカエルの声が聞こえます私はその薄月を頼りにして一生懸命によすけの跡をつけていきますとよすけは村ずれを流れている山腺の縁に立って何か 呪文でも唱えているらしく見えましたその川はよす助の母が彼を背負って14年前に沈んだというところですよす助はやがてそこを立ち去って今度は隣村の方へかけていくらしいので私もまた続いて追っていきますとよす助は 大きい榎のきの立っている百姓屋の角に忍び寄って杉の生け垣の崩れから家をのぞいているようでしたがやがてその生け垣を押し破って忍び込もうとするらしいので私はふいに後ろからその肩をつかんで引き戻しました彼もさすがにびっくりしたらしいのですがそれでも私であることを悟って安心したらしく 自分の腰に差している古い担当を出して自慢そうに私に見せましたそんなものをどこから持ち出してきたと私はぎょっとして聞きましたよすけは町の方を振り返って指さしました町の古道具屋で買ってきたらしいのですいくら顔を見知っているといっても こんな低能時に刃物を売るというのはけしからんと思いながら私はその担当を抜いてみますと中身はよほど錆びていて到底実用にはなりそうもありませんでしたそれにしても刃物である以上それをむやみに振り回されてはやはり危険ですから私はすぐに取り上げてしまいましたお前は ここのうんとよす助はうなずいてみせましたここの家へ入ってどうするよす助はものすごくわらっているばかりでしたわたくしはかれのうでをつかんで五六けんてまえまでぐいぐいとひきずっていってまた小声で聞きましたおまえ あのうちの人を殺すつもりかえそうか。よすけはやはり黙っています。わたくしは手まねをまぜてまた聞きました。あの家の人がおまえのお父さんを殺したのかえそうか。そんならわたしがかたきをとってやる。どうだ それに相違いないか、うん、とよす助はまたうなずきました。よし。そんなら今夜はおとなしく帰れ。私がお前の代わりにきっと敵を取ってやる。さあ来い。無理によす助を引っ立てて帰って。 留守の人に注意を与えて引き渡しましたそれからすぐに例のえのきの立っている家について内定しますとそれは五兵という六十ぐらいの百姓で総領の娘は宇都宮の方に縁づいていて長男は白川の町に奉公している次男は町の停車場に勤めている 自宅は夫婦と末の娘と3人暮らしで格別の不自由もないらしいが五兵衛は幕地という道楽があるので近所の評判はあまり良くないらしいしかしこれだけのことで彼を直ちに相原家の強行犯人と認めるのは証拠が何分にも薄弱です証人の余助は天王寺で 詳しいことを取り調べる便宜がありませんそこで私は村の老人どもについてさらに彼の底をその他を調査すると偶然にこういう事実を発見しました五兵には宇都宮に縁づいている僧侶娘のほかにおげんという妹娘があって それは別に美人というほどの女でもなかったのですがカタの百姓の家の娘としてはいくぶんか身ぎれいにしていたそうですもちろん身ぎれいにしているだけなら別に議論もないのですがそれが二十歳を越しても二十五を過ぎてもどこへも縁づく様子もなくただ身ぎれいにしてぶらぶら遊んでいるので 近所では当然不思議の目をそば立てていろいろの陰口を聞くものもあったそうですがさてこうという取りとめた事実も現れないでおげんは相変わらず万年娘で暮らしているうちに4年前の夏のこと23日患ったかと思うとすぐにころりと死んでしまったそうです。私は、 おげんが死んだあとにその駐在所に詰めるようになったのですがおげんは評判ほどに浮気らしいみだらな女でもなかったと今でも彼女を弁護している者も,もあるくらいですあなた方がお考えになったならばあまり軽率だとおぼしめすかもしれませんが私はこれだけの事実を材料にして おげんの父の兵をこすることに決めましたその翌日私が与助を連れて隣村のえのきの門をくぐった時に義兵は炉の前に座ってひゆおか何かをあぶっているようでしたが私が土間に立ってい員することを言い渡しますと義兵は急に顔の色を変えて激しく抵抗でもするつもりでしたろう。 そこにあった手ごろのそだをひっつかんで恐ろしい剣幕で立ち上がりましたが私の後ろからかのよす助が小さい顔をひょいと出したのを見ると彼は急に震え上がって持っているそだをばたりと落としてしまいましたそして素直に駐在所へ引かれていきました お話はこれだけですよ。と倉部巡査は言ったもう大抵お別かりになりましたろうわかりましたと私はうなずいたするとそのおげんという女は相原医師の上司であったんですかそうですこの女のために、 千の斎くんは身を投げるようなことになったのです。相原医師ももちろん悪い人ではありませんから、自分の罪を非常に後悔して、それがために天皇寺となった我が子をかわいがっていたのです。しかし、おげんとの関係はその後も長く継続していて、世間の人にはちっとも気づかれないように、 よほど秘密にらいいししていたらしいのです。それでも与助や雇いバーのお百はうすうす承知していたらしく与助はともかくお百はおそらく口止めされていたのでしょうそうしているうちにおげんは死んでしまったのですがその父の御平は昔の関係を頼って そのあとも相原医師のところへ時々無心に出入りしていたそうですおげんが死んでしまってみれば相原医師もいつもいつもいい顔をして五兵衛の無心を聞いているわけにもいきません月日のたつのに従ってだんだん冷淡になるのも自然の人情でしょう五兵衛の方は幕地でも打つやつですから その後も無頓着に無心を言いに来る相原医師の方はだんだん冷淡になるその結果がこの恐ろしい悲劇の動機となって相原医師に相当の蓄財のあることを知っている五兵衛は雨の降る晩に長男を持って相原家へ忍び込み当人と雇いバーを惨殺したのです やはりよす助が酒を買いに行った留守ですかそうですよす助も無論殺してしまうつもりであったのです主人と雇いバートを殺してそれから金のありかを探そうとするところへちょうどよす助が酒を買って帰ってきたのでついでに殺してしまおうかと思って長男を振り上げるとよす助が 怖い目をしてにらんだそうです。それが遠い昔に与助を背負って身を投げた相原の繊細の顔にそっくりであったので五兵衛も思わず身の毛がよだって何にも取らずに逃げ出してしまったそうですすると与助は相手が五兵衛だということを知っていたんですね。と 私はまた聞いた五兵衛は手拭いで顔を深く包んでいたそうですけれどよす助はちゃんと一目でにらんでしまったらしいのですあのバカにはきっと死んだおふくろが乗り移ったに相違ありませんと五兵衛は警察で震えながら白状しましたよす助はそのあとどうしましたよすけは、 それから半年ほどの後に病死したので相原の家は絶えてしまいましたと倉部巡査は顔の色を暗くした外の雨はだんだんに強くなってぬかるみをビシャビシャとたたく音があたかも酒を買いに行くその夜の低能寺の足音かとも思われるので 私はなんだか襟元が薄ら寒くなった姉も黙って炉のそだをくべたしたご視聴ありがとうございました岡本喜童作の他の作品はこのようなものを朗読しておりますまた最新の朗読はこちらです どうぞ合わせてご視聴ください。